スターダストウェブをご覧の皆さん、こんにちは、早瀬愛です。早速ですが、5秒で答えろ一問一答に挑戦したいと思います。お願いします。改めて自己紹介、早瀬愛です。A 型です。9月28日生まれの22歳です。そういう感じ。子供の頃の夢、はい、この仕事を始めたきっかけは、やりたかったからです。趣味はギターと歌とカラオケ。カラオケ一緒か。今日の朝何食べた？おにぎりとお味噌汁、なめこのお味噌汁飲みました。好きなアーティストはワンオクと、あと、夏といえば海、スイカ、プール。尊敬する先輩は長野芽衣さんです。はい。犬派猫派？犬派。なんでかって言ったら可愛いし、まあ、猫はアレルギーなので。はい。特技はギターにしておきましょうかね。ファンの方になって呼んでほしい。もう何でも好きなように、愛でも愛ちゃんでも何でも大丈夫です。よく使う絵文字はなんかこんなやつ、紫のこのやつ。休みが1日あったら、まあ、ネットフリックス見るか、まあ、家のことしてます。今後 YouTube でやりたい企画は、まあ、歌をもうちょっと載せていきたいかなっていう感じです。最近嬉しかったことは、友達に会えたこと、遊んだこと。コンビニでつい買ってしまうものは、なんかカリカリ梅みたいなやつ、すごい好きです。関西弁で何か一言、なんでやねん。最近良かったエンタメはビリオンスクール。これだけはどうしても苦手というものは、パクチーパクチーパクチー。ストレス解消法を教えてください。お風呂に浸かる。宝くじ、何つか、海外行く、海外、旅行行く。今後演じてみたい役は、なんかいじめっ子とかやりたいですね。ありがとうございました。フジテレビにて毎週金曜夜9時放送中のドラマビリオンスクールに3年0組生徒岡本憩役で出演させていただいてます。私の役どころは、まあ、見ての通りなんかギャルみたいな感じなんですけど、一応私だけ関西弁の役なので、まあ結構周りが全員標準語だと結構関西弁が出にくかったりするんですけど、まあそこも含めてできるだけ関西弁で喋るように心がけてみたりだとか、あとやっぱりオリジナルだからこそのキャラクターとかストーリーとかがあるので、現場でもキャストの皆さん全員がこうスタッフさんとか監督とかの期待を裏切るようなお芝居をしているので、なんかそれがこうドラマの中でも垣間見えてすごく面白いのかなって思います。学校の問題だったりとかを取り上げてはいるんですけど、その中にもこうコメディ要素がたくさん入っているので、年齢問わずこう楽しんでいただける作品になっていると思います。皆さんぜひご覧ください。はい。そして、毎週土曜9時半から14時 TBS にて放送中の王様のブランチでリポーターを務めさせていただいております。こちらもぜひチェックしてみてください。以上、早瀬愛でした。バイバーイ。